踏み出せないでいるのか。自分が傷つくことが嫌なくせに、いつの日か熱量や感情さえもどっかで置き去りになって、抜け殻になってしまう。でも目を背けるの、その心の扉を今の奥して訪ねてみたんだ。本当の気持ちを知りたくて聞かせて。君は感情的で時には冷静沈着で、愛語は自慢な証明。行きたいな行きたいな、もう一度だけ呼吸合わせて合図を送るから、この僕の心を沸かせて沸かせてくれ、yeah、その声を振り絞れ泣いている。胸にそっと手をかざして話してみるの。子供の頃は世界の人工的な存在だと思ってた。恥ずかしくなってきた、また目を背けるの。守りたいものがどんどん増えてきて、この気持ちはなんだ。本当の自分に気づかせて見させて。君は臆病な少年、時には自己中心的で、それでも明日の向こうへ行きたいと行きたいと強く願う。君のその目にはもう迷いはないから、熱く燃える炎が心に灯るから。だったんだ声を荒げた少年、もう何も寂しくはないさ、今度は僕の番だから、もう一度諦めないで呼吸合わせて合図を送るから、選ぶんだ君の未来を。君は感情的で時には冷静沈着で、最後は自慢な証明。行きたいな行きたいな、もう一度だけ呼吸合わせて愛くぼくるから、この僕の心を沸かせて沸かせてくれ、yeah。